はい、どうも皆さん、こんにちは。おもちゃ TV です。今回もウィニングイレブン2015マイクラブやっていきたいと思います。しばらくね、動画として撮ってなくて、今ね、ディビジョン5まで来ました。まあ、一度もね、降格することなく、トントンと、まあ、ディビジョン5まで来て、残り1試合ですね。これに勝つと、ディビジョン4に上がることができますね。で、レートは、今591ですね。600まで行ったんですけど、602かなぐらいまで行ったんですけど、ちょっとね、負けちゃいまして、591まで下がりました。ということで、今回ね、まあ、600、レート600と、あとディビジョン4、昇格目指して、頑張ってね、勝っていきたいと思います。はい、ということで、試合の方をやっていきましょう。まずは、対戦相手のレートですね。717です。まあ、自分よりもね、はるかに強いと思います。メンバーは、まあ、こんな感じですね。まあ、相手もでもそんなに有名な選手はいないかな。そんなズバ抜けてる選手は、まあ、いないと思います。なんとかね、ちょっとここで勝ちたいですね。ここで気合い入れて、なんとか勝てればいいんですけど、どうか。やっていきたいと思います。まあね、なかなかやっぱり600、レート600は結構難しくて、560とか70あたりをずっと行き来してて、一回600行ったと思ったらまたちょっと負けちゃってみたいな繰り返しですね。なんとか、今回ディビジョン5最終節勝って、レートも600にしてディビジョン4昇格したいと思います。717なんでね、頑張っていきましょう。あんま相手来ない感じ。いやー、無理か。お、置いてきた。落ち着いてるな。危ね。いやー、いや、取った。いやー、サマラスでけえ。これ確かギリシャですよね。マスチェラーノ。よしよし、ナイスキー。やっぱ攻撃の組み立てがうまいですね、相手は。ヨブちゃん、いやー、競り勝ってほしい。なんだ？危ない危ない。いやー、惜しい。あ、来た来た。あー、チアゴシーバ強え。いやー、なんで？いやー、きついな。パスミスがちょっと多いですね。いやー、読まれてた完全に。マンマミーや。くっ
そう。でかいサマラスに気をつけたいですね、ここは。危ない危ない。いや、なんとかね、やっぱ先制点が欲しいです。よし。いやー、そこ取られたくないな。カットカットカット。チアゴシンバー、いやー来た。いやー強い。よし、もう40分です。パラシオクから左サイド、いや、なんで、うわー、ミスった、マジか。うわー、オフサイか。いやー、さっきのミスったな、来てなかったのにパスしちゃいましたね。ああいうところをしっかりね、できるといいんですけど。危ない。これはクリアします。危ねえ危ねえ。いや、ここ0-0-0。危ねえ。ここで上、危ない。いやー、ちょっとね、こう前半のこう終わりの方は押し込まれましたね。で、まあ形はちょっとはできてると思うんで、やっぱりワンチャンスですね、決めていきたいですね。やっぱ向こうの方が攻撃の組み立て方とかすごい上手いんで、そこをなんとかちょっと最後のところでボール取って、カウンターですかね、やっぱり。ここなんだよな。そこ。そこを拾いたい。やべ、なんで蹴った。チアゴシウバ。いや、来た。ヨベティッチ。フルマ。いやー、いやー、マジか。スルーパス。抜け出しました。オフサイドだと思いましたけど、笛ありませんね。キープできるか。サイドのスペースへ走らせる。味方を走らせるインターセプト。お、ちょっと自分も選手変えたいと思います。ハズリーがちょっと疲れてるんで、
エリアス。いやー、ちょっとね、攻められっぱなしですね。やっぱりチャンスも来ると思うんですけど、そこしっかり攻撃のやっぱり組み立てですよね。ちょっとミスパスがやっぱり多いですよね、どうしても。ここだけは守りたい。あぶね。このボールはマスケラーノへ。いや、なんで。裏を狙う。フリーになった。うわあ、取れた。F マリノスようやく均衡を破ります。いやあ、ドンピシャなタイミングでスペースを生かしましたね。ボールをもらうまでの駆け引きが非常に良かったと思いますね。先ほど投入されたばかりですが、早くも監督の期待に応えました。よしよし。危ね、なんだ。後半立ち上がりのゴールでしたね。まあここから相手が修正してくる場合にもう1点取りたいですよね。七海さん、ここまでご覧になっていかがでしょう。アルセナとしては守備的なのは分かりますけど、もう少し前線に人数をかけたいですよね、ええ、今のままではなかなかシュートまでいけませんね。いやー、どんまいどんまい。次ですね。やばい、イブラヒンビッチ入ってきた。ヨベティッチ、裏に味方を走らせる。アラシオにはなる。ああ、マスケラ、ルーカス、今日は得点を挙げています。ボールが落ち着きません。チェックを受ける。非常に集中していると思いますね。イブラヒモビッチ、やばい、ナイス。あっと、これはワンツー。ヨベティッチからパラシオ、ルーカス、イブラヒモビッチ、このパス超えるか。チャンスになる。打てる。イブラヒモビッチ、危ね。いやー、やばい、これはやばい。これは繋がりませんでした。37分経過、後半です。なかなか思うようにいかないようにも見えます、バルセロナ。いやー、もうパワープレーでこじ開ける時間帯ですよね。相手もそれが一番嫌がるんじゃないですかね。なるほど。時間がありません。もう41分。さあ、左サイドへ。いやー、くそ。ジョルディアルバ。マスケラーノ。ジョルディアルバ。いやダメか。ボールこぼれて、やばい、立てかれる。いやー、くそー、悔しいな。まあでもちょっとね、やっぱパスミスが多かったな今回。まあ、なんかずっと守備してたって感じですね。もうちょっと攻撃の形とかをね作れるといいんですけど、
ちょっとな、これで580ぐらいにもなっちゃったかな。583かー、くそ。ディビジョン5のままですね、これだと。あー、悔しいな。ディビジョン4に上がりたかったですけど、まあでも、しょうがないですね。5勝0分け5敗なんで、ディビジョン5に、まあなんとか残留となりましたね。ちょっともう一回ね、やっぱり鍛え直して、レート600ね、また目指してやっていきたいと思います。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。